ミキわかんない。でもパパがミキは10年経たないと結婚できないって言ったよ。違うよ。16だよ。ミキ6つ。ユイト君より1つ年上のはずなの。でもユイト君すっかり大きくなっちゃったから。先輩じゃないの、ミキなの。起きたばっかりなのに。先輩じゃないの、ミキ。ユイト君は？ダメ、一緒に寝るの。お昼寝の時はいつも一緒でしょ。早く。あ、なんだなんだ、誰だ、人の布団に入ってんのは。平野。なんでお前がいるんだよ。お前まさかまた。いいから布団出ろ。何？あ、本当だ、枕が違う。まさかまた私が入ってきたのか。何かしたのか。まあいいや。あ、なんじゃこりゃ。おい平野、何をした。嘘つけ、何をしたんだ。まさか。うわ、なんだこの匂いは。あの、誰にも言わないで。お願い、言われたら私。途中でおしっこしたくなったのまでは覚えているんだけど。うん、誰にも言わないでね。こんな年になっておねしょなんて。
ところとか狭いところに行くとダメなんだ。地震が起きても記憶を忘れちゃうんだ。花？覚えてないけど。全然覚えてないんだ。平野くんは、なんでもない。平野は覚えてる。なくなるといつも人に迷惑かけちゃうんだ。それでいっぱいお母さんに怒られて、布団叩きで叩かれて。なんで忘れちゃうんだろう。自分で言ってみたんだ。うん。でも怖くて帰っちゃった。一人じゃダメみたい。一緒に来てくれる？ありがとう。平野、寝た？そう。
明日の昼またご飯の当番だね。うん、今日はいろいろとありがとう。おやすみ。お花咲いているといいな。目が覚めると朝だった。平野はまだ寝ていた。夕べはすごい恥ずかしいことがあって、顔から火が出るほど恥ずかしかったけど、相手が平野でよかった。平野か。生まれて初めて同年代の男の子に抱きしめられちゃった。平野の匂い、平野の体、びっくりしちゃった。一つ下なのにあんなに違うんだ。平野くんか。なんだかくんをつけるの照れくさいな。また一緒に歩けないかな。証拠隠滅のため、私は真っ先に洗濯物を洗って布団を干した。そして台所に来ると、じゃーん、源。えへへ、今日は気合を入れて起きてみました。どうしたんだ。今日こそちゃんと野菜炒めをしようと思って。もうジャムは使わないぞ。アーモンドクリームなら平気かな。却下。シクシク。着替えてこなくていいのか。うん、このままやっちゃう。先輩、卵割りましょうか。できるのか。頑張る。よし、いくぞ。一度チャレンジ。貸せ。おお、すごい、片手で割った。もういっぺん見せて見せて。見せ物じゃない。シクシク。いいなあ、料理ができて。私なんか全然才能ないもん。才能じゃないと思うぞ。そうなのかな。今日私夢見たんです。キスする夢なんですけど。キス。私実生活ではまだなんです。先輩はしたことあります？あるわけないだろ。そっか、レモンの味がするって聞いてたのにサンマの味がしたんです。ショック。お前は誰としたいんだ。先輩は誰かキスしたい人います？いるわけないだろう。動揺しましたね。冷静に突っ込むな。
先輩、誰か教えて。却下。しくしく。平野くんか。また一緒に歩けないかな。ご主人様、おはようございます。お台所で。はい、多分平気だと思います。永源寺様がついていますから。あ、平野くん。なんでもない。え、うん。どうしたの。あ、寝ぼすけ寝ぼすけ。ゆいと、今日はゆっくり休んでていいよ。私が腕に糊をかけて。もうできちゃったよ。楽しみにしててね。どうしたの？食べないの？平気だよ。今度はジャム入ってないから。大丈夫だよ。アーモンドクリーム入れようとしたけど、先輩に止められたから。ねえ、食べて。どう？おいしい？